1回戦では優勝候補の一人テクニシャンアダム・ワットをパワーで圧倒し、準決勝へと進んだのは2メートルチェコのビッグタワーパベル・マイヤーです。今花道に姿を現しました。見上げる観客たち、ハイキックで首を刈り、ミドルキックで肋骨をへし折る強烈なキックで何が何でも日本へ行く。ウェイトをさらに上げ、現在122キロ、敵のうまさをパワーでしのぎきる構えです。必ず俺は K-1 で成功してみせる。野心を持つ者を好意的に受け入れるここラスベガスで夢を叶えるのか、パベル・マイヤーマズリングインです。次世代のスーパースター誕生なるか。オランダからエロル・パリス準決勝へと進んできました。本業はなんと凶悪犯を収容する刑務所の監視という経歴の持ち主。リング上でも実に刑務所の監視らしく、冷静にしかも確実に任務を遂行します。幼なじみのアーネスト・ホーストのテクニックを参考にして、ミスターパーフェクトを目指す格闘王国オランダ代表エロル・パリスです。ローキックを中心としたコンビネーションが武器のオールラウンダーエロル・パリス。1回戦はそのテクニックでノックアウト勝利を飾りました。さあ今花道をゆっくりと進んできます。ファイナルへの扉の鍵を携えているのか、エロル・パリス今準決勝のリングに登場です。またしてもトップロープからリングへと足を踏み入れました。エロル・パリスです。The three judges scoring will be Nelson Hamilton, Tony Weeks, and Robert Mason. Your referee in charge is Cecil Peoples. Introducing first, fighting out of the blue corner, he weighed in at 273 pounds from the Czech Republic, Pavel Meyer. チェコ、ふくらはの大会を制して、そしてラスベガス、ダブルメーターの5番、パベル・マイヤー。He weighed in at 234 pounds from Holland, Errol Parris.オランダ大会を制した看守ファイターエロル・パリスです。果たして決勝への貴重な一勝、白星をつかむのはどちらのファイターでしょうか。激しくその眼差しリング中央で交錯します。左パベル・マイヤー、右エロル・パリス。パリスのテクニックか、それともマイヤーのパワーか。さあ準決勝、果たしてどちらが決勝へと勝ち上がるんでしょうか。生き残りをかけた準決勝、今にも襲いかかろうというエロル・パリス、オランダ。一方チェコのパベル・マイヤー、さあ間もなく開始のゴング。今準決勝第1ラウンドのゴングが鳴りました。左弁髪にオレンジのトランクス、こちらがチェコ予選を制したパベル・マイヤー。一方エロル・パリスは右側です、黒のトランクス。とにかくエロル・パリスのテクニックと、そしてパベル・マイヤーのパワーと、この対戦という図式になりました。生き残りをかけた一戦です。一回戦、パベル・マイヤーが頭のいい戦い方をしましたからね、はい、パワーだけじゃなかったですか。そうですね、だからパワーで、うまくアダム・ワットのいいところを消すような戦いをしましたので、このエロル・パリスのいいところを消せるかどうかですよね、はい、エロル・パリスのことはパベル・マイヤーはよく知っているそうです。1回戦と同じような戦いで自分の力を生かしていきたいと語っていました。パベル・マイヤー、ハイキックを放っていきます。そして膝、パワーありますね。この膝が強烈です。相手の肋骨をへし折る力を持っています。エロル・パリスはそのパワーをテクニックでかわしたい。
さあ掴まれてもパンチを繰り出していく、しかし膝を打ち込んでいきますサベルマイヤー。でもねちゃんと体をひねってね中心ずらしてもらわないようにしてますよね、パレス選手ね。パレスの方はね膝が来る瞬間に体を回転させてるんですよ、はい、そうするとですね相手は中心を捉えられないんで効かないんですね。あ逃がしていく、うまいですよ。さあ打ち込んでいきます。上から打ち込んできたのがパベルマイヤー。でもエルドプレスもやりにくそうですね。あそうですか、さすがにこのパワーは嫌ですか。嫌でしょうね。ただノリカさんね、はい、1回戦で見せたエルドパリス、まるでホーストをホーストさせるようなテクニック見せましたよね。そうでした ね、 ね。あ来ましょう、アベルマイヤーが飛び込んでいった。パンチでプレスをかけていく。本当これホースト対ジェロムみたいな試合ですね。確かに、そうですね、ジェロム・レバンナのようなこの肉体ファベルマイヤー、一方ホーストのようなテクニックエロル・パリス。パリスのローキックがちょっとポイントでしょうね。左のジャブ、あこれも斜め上に打ち上げていくようなエロル・パリス、体格差があります。相手はマイヤー2メートル、パリスは188センチです。12センチの身長差があります。ローをかわしてコーナーに追い詰めていく。いいでしょう、ロック右のロック、ファベルマイヤー。やっぱパンチは上から来るんで、エロル・パリス選手は受け抜くそうですよね。よくディフェンスがしにくいというかね。あと印象が悪くなっちゃいますよね。ただこれに慣れてどう反撃していくか、ね、エロル・パリス上から落とすようなパンチが来ますから。なんか攻めているのがやっぱりマイヤーみたいな感じがしますからね、これはこうなるとこの巨漢を生かして何かこう圧倒しているような印象がありますパベル・マイヤー。お互いにジャブ、やっぱりエルパラ選手は崩すになった下半身からだと思いますよね。1回戦にはジャブで相手を崩しましたが、この巨漢です、巨漢ファイターには下から崩したいところですが、今や出てくる。そして最後は膝を持ってきた。第1ラウンドのゴングです。パワーでこのハリスのテクニックを封じようというパベルマイヤー、上から打ち下ろすようなパンチでハリスの攻撃を封じました。赤コーナーのエロル・パリス、オランダの大会を制して、そして1回戦非常にうまいテクニックを見せました。しかしこの準決勝ではマイヤーの何かこう打ち下ろすようなパンチのパワーの前になかなか自分の攻撃パターンを組み上げることができませんでした。マイヤーはですね、はい、自分の体をうまく使った戦い方をしますよね。うまさではアトリック・パリスの方がありますし、はい、1回戦のアダマートでですね、やっぱり技術的なテクニックはやっぱりアダマートの上だったと思うんですよ、はい、それをうまく殺してますよね自分の体で。優勝候補のアダム・アットを破った1回戦、しかしこの2回戦はサベル・マイヤーのこの圧倒するパワー、時折その隙を見て今のようなジャブを放っていきましたが、なかなか思うに任せなかった第1ラウンドのエロル・パリス。さあ第2ラウンドが始まりました。準決勝第2ラウンド、パベルマイヤーが力で前へ前へ来るところ、エロル・パリスはどうこのテクニックでかわしていくのか、まずはローで入ってきた。だから下半身狙いに変えてますよね。石井館長がね第1ラウンド言っていましたけれども、そうですね、ここは下から崩していこうという指示がおそらく出たんでしょう。これだけ体格差があると画面打ち合うと不利ですから、下から崩してチャンスがあったらやっぱボディから上段につなげていきたいという感じじゃないですかね。サイドステップを切っていきます。しかしパベルマイヤーは一気に前へ詰めてきた。パベルマイヤー選手さんもこの作戦ですよ ね、 パワーで押し切るというか、前後直線的に攻めてくるパベルマイヤー、右に左にサイドステップ間合いを伺うエロル・パリス、右ノック、やや遠い間合いから飛び込んできました。左のジャブ、この辺りはうまさを見せますエロル・パリス、ね、ローキック嫌がってますよ ね、 嫌がってますね。今もバックステップで逃げていきました、はい、マイヤーです。逆に言うとあんまり逃げすぎると、はい、これもちょっと嫌な顔したか、右のロちょっと効いてますよね。エロル・パリスの右のローキックです。下がりマイヤーが今足をちょっと引きずるような仕草、はいはい、下がり出すと逆に言うとパリスのペースになっちゃうでしょうね。1回戦 の、ね、アダム選手のローキックが効いてると思うんですよね、はい、ガンガン行った方がいいですよマイヤー選手は。そうですね、こうやってガンガン行った方がいいと思います。左のミドルを見せましたパベルマイヤー。もう一度、いいですね、ミドル。さあ3連発、パベルマイヤーのミドルキック、非常に重いミドルを放っていきました。ちょっとパリスも苦しそうですね。ちょっとスタミナ切れですかね、パベルマイヤー選手はですね、
マイヤーの方もちょっとスタミナに不安がありますか。マイヤー選手はスタミナ切れですね。だいぶその動きに鋭さがなくなってきたようにも見えます。それとやっぱりアダム・ワットの1回戦のローキック、そしてこのエロル・パリスのローキック、だんだん効いてくるでしょうね。エロル・パリス選手はまあパンチもらってませんからね、大振りなように見えて全部かわしてますからね。完全にフィットはしてないですね。壁の前のパンチは当たってないですね。左のこれも見切っています、右のローキック、これはフェイントだけです。今度はローを見せたマイヤー。パリスちょっと手数が足りませんね。もう少し出たいですか、左のジャブ。攻めてるのはマイヤーの方ですよね。第2ラウンド残り30秒、影響してきますからね。飛び込んできた、飛び膝、そしてパンチも繰り出してきましたパベル・マイヤーです。お互いにやっぱりちょっと体力を消耗してますよね。1回戦を戦い抜いた両者、準決勝体力との戦いという形にもなってきています。第2ラウンド残り10秒です。今うまくコーナー詰めたんですけどね、その後が出ませんでした、体も入れ替えることがちょっと相手の体が大きくてできませんでした。第2ラウンド、しかしちょっと疲労の色が濃いのはパベルマイヤーの方でしょうか。パベルマイヤーはスタミナ切れですね。第2ラウンドを終えてご覧の表情、チェコ大会を制したパベルマイヤー、そしてローキックを再三浴びました。1回戦ではアダム・ワットのローキック、そしてこの準決勝ではエロル・パリスのローキックを受けた足、画面でもクローズアップされています。ただ判定はちょっと微妙だと思いますね。と言いますと、やっぱりアグレッシブに攻めている部分が、審判にどういうふうに打席に影響しているかという、まあ的確にローキック決めているのは明らかにパリスの方ですけどね、手数、ダメージ、総合的に判断して、ここネバダ州ではポイント差をつけてきます。ハーフポイント制が採用されていますが、マストポイントシステム、必ずラウンドごとに差をつける判定がされています。さあ残すはファイナルラウンド、第3ラウンドです。第3ラウンドがすでに始まっています。これ本当に取った方が勝ちだというぐらいの差しかないと思うんですよ。右のフック、エロル・パリス決勝への生き残り、上がれるのは一人だけ、左の膝。これまあ本当気持ちの勝負でしょうね。お互いにかなり、パリスが行きますね。パリスが膝と腿のあたりに打ち付けていきます。パリス選手はやっぱポイントでちょっとイメージが悪いの分かってますからね、はい、この選手はもう3ラウンド倒しに来ると思いますよ。第3ラウンドに勝負をかけてきています、エロル・パリス。右のストレート、パベル・マイヤー、こうやってですね、的確にダメージを与えているのはパリスの方なんですよ、はい、これを本当に、ね、ラスベガスのネバダ州のジャッジが取るかどうかですよね、何かこう見た目には何かマイヤーが攻めてる、ように見えるんですよね、エルボーはいけないよという今口頭注意がなされました。マイヤーも本当やっぱりさすがアドマットを破っただけあってですね、右のハイキック、パベル・マイヤーのハイキック、優勝候補のアダム・ワットを下してこの準決勝に進んできたパベル・マイヤー、さすがに恐ろしい攻撃を持っています。テクニックで勝ち上がってきたエロル・パリス。時間がなくなってくると、エロル・パリス選手もコンビネーションを使えませんから、はい、どうしてもやっぱ一発狙いの相方で大分になりますからね、時間をかけてというよりは一発狙い、そうですね、そうなるとしかし力がちょっと早く仕掛けたかったですよね、なくなってくる、残り1分30、半分を過ぎましたファイナルラウンド、気持ちの勝負、右のロック、膝から落ちた、すぐに立ち上がらないとカウントが進む、ナックはすぐ立ち上がりました。確かにパワーで持っていってるんですね、パベル・マイヤー選手が。ここはスリップです、ダウンではありません、左のロック、エロル・パリス。いや、マイヤーも根性ありますよね、僕は結構左足は効いてると思いますけどね、ローキックもそうですけど、今の膝もね、コツコツ当てられて、連発をこのヘアスタイル、三つ編みを揺らしながら、いいボディですよ、いいボディですね、もっと早くあのボディ打ちたいですね、パリスは早く仕掛けたいところです、仕掛けたいですね。時間の方がなくなってくる、左のフックはマイヤー、やっぱりこの体格差がやっぱ結構影響してるんですね。これで体力的には非常に苦しくなります。アダム・ワットもこの体力の前に屈しました。だからホース選手はこの体格差をね、やっぱり克服してますからね、あ、ボディ効いたか、ボディ効いたか、ボディ効いてますよ、左のボディ効いてます。残り30秒、パリスの左のボディ、顔を歪めたマイヤー、そこを見てさらに攻めていけるか、またボディ、そうですね、あ、ボディで黒字になった、聞きましたね、聞いてますよ、ボディ効いているが残り時間、パリス選手分かってると思うんですけどね、今はボディですね、またボディ、そしてボディへの攻撃、残り10秒、しかし10秒以内にダウンをオーバーあれば
その後カウントが進みます。右のフックマイヤー、ハリスも最後相手の弱みを見つけましたが攻めきれず、第3ラウンドファイナルラウンド最後のゴングが鳴りました。息上がってる時はボディなんですよね。さすがにスタミナ的には苦しくなりました。パベルマイヤー最後はボディ苦しいところ、メロルパリスついてはいきましたが攻めきれず、そのテクニックは最後まで生かしきることはできませんでした。果たして判定はどう取っているか。マイヤーのこの圧倒するような攻撃アグレッシブさを取っているのか、それともコツコツと当ててきたパリスのそのダメージの部分を取るのか。難しいですね。ダメージで本当にあのパリスですけどね、まあ、ちょっと見た目の印象が悪かったですよね、こうやって転んだりとかですね。ただこれもスリップなんですけどもね。そうですね、かぶさってあれされるですね。しかし終盤このボディは効いていました。ちょっとローブロっぽいですけどね、ボディは。果たして判定はどうなりますか。マストシステム、必ずラウンドごとに差はつけられています。マイヤーはこうボディ打たれる瞬間にもうあのくの字になってましたから、よっぽど痛かったんでしょうね。今ジャッジペーパーが集計されました。さあ判定の結果を待ちます。Judges Tony Weeks and Robert Mason both scored about the same, 30 to 27 and a half for the winner by unanimous decision, who will now advance to the K1 finals from the Czech Republic, Pavel Meyer! 勝者はパベル・マイヤーです。パベル・マイヤーですね。勝者パベル・マイヤーです。アグレッシブさ取りましたよね。テクニックをパワーが圧倒しました。パベルマイヤー決勝への切符を手に入れました。1ラウンド2ラウンドの印象点が、そうですね、ただもうあのボディーブローがもっと早く出てればですね、倒したんですけど、最後エロルパリスのボディーブロー間に合いませんでした。パベルマイヤーが序盤から勢いよく出ていきました。圧倒するようなこのパワー、さすがのテクニシャンエロルパリスもそのテクニックを封じられました。これね、本当アダムワットあのエルルパレスされたのがすごいですよ、判定3対0、1回戦でアダムワット、そして準決勝ではエロルパリス、テクニシャンを2人下して決勝進出、パベルマイヤーです。